今月16日に緊急事態宣言が適用されてから4日目を迎えました。本日の新規感染者数は73人と少し減少しており、緊急事態宣言により感染拡大の勢いに一定の抑止が働いている状況となっています。特に20代30代の新規感染者数が減少しており、若い世代の皆さんが節度を持って行動していただいたものと感謝しています。しかしながら依然として実効再生産数は1を超え、感染の拡大は続いており、危機的な状況に変わりはありません。現在の感染拡大を受け、自宅療養者数は4月末の約70名から現在約600名と急増しています。こうした事態を踏まえ、岡山市では自宅療養者や濃厚接触者の皆さんにきめ細かく対応するため、本日から保健所の体制を強化します。具体的には日々の健康観察や相談などを行う職員を新たに45名増員し、現状から倍増させ約100名の人員体制といたします。電話回線も今の23回線から58回線に増設します。これまで外出を控えるなどご協力をいただいた市民の皆さん、休業要請などに応じていただいた事業者の皆さん、また医療現場で懸命のご尽力をいただいております関係者の皆さんには心から感謝を申し上げます。人の流れを抑制することが感染拡大の抑止につながります。市民の皆さんにおかれましては、もうしばらくご辛抱いただき、感染拡大防止にご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。